突然ですが。マイク外してます。この車売られるそうです。最後の動画になるかもしれません。撮影させていただきました。ワークエモーションの CR 極み15インチ。ワークエモーションの CR 極み製。左と右は色を変えて測れています。これも変わってないこれも KC テクニカ。フロントとグリル返しは KC テクニカの 36R バック。違うわ、前あれですよ、に交換されていました。ワークスのフロントじゃなかったじゃないですか。あ、そうそうそう、NN で、あのボンネット、これは黒く通すの HA35 の、うん、アルトヨークの過去動画でフロントバンパーアルト用が付けられていましたと。そしてメガネ返しはアルト40周年記念のメガネガーニッシュ。こちらは裏を加工して取り付けたっていう。これあれですね、あの僕もやってね、これリップスポイラーですね。これ私も初めやってました。ホームセンターコーナーガード仕様ですね。全然あのミュージック仕様です。これ前からですよね。そうです、変わってないね。これ、これどうしたんですか、自分でやったんですか。これ自分で、だけ切って切ったんですか、これ。これね、ここの穴けど、エンジンルームの空気が抜けて熱がね、逃げやすいというお話になるので、これ交換してもらっててよかったなって。あー、そういうことか。あエンジン、あれや、モンスター入ってるじゃないですか。これも一応売ろうかな。えイタクラモンスタースポーツの入ってましたね、B タイプですかね。同じアルト2台持ってるのはわけわからん。え、なんかファミリーカー乗ってはったじゃないですか、もう1台。あ、それは嫁なんですけど、自分がです。2台持ちなの。2台持っても畑やってるんで、軽トラを1台増産したんですよ。さすがに4台はちょっと払えないんで、ね、あ、ほんでワークスを手放して X を置いとくと。CVT の楽しさがあるんですね。アールズのこれ一番上のスペックの 1.5 っていうのが入ってるみたいですね。88馬力ぐらい言ってましたね。いらないのないですか、こんなんとか。プレミアムアスキュアンもついていました。これオリンダス。僕が何かつけるそうなんないですか。何かくださいよ。ブーストコントローラー入れてるんですか、これは。何馬力なの、これ。ブーストコントローラーですね。あ、出てるんですか。はい、あ、私の2倍馬力あるんですね、これね。1.4 ぐらいで、1.3 なんですけど、ちょっとあんまり見ててよくないか、制御しようと思って、今一応 1.0 ぐらい。今は 1.0 ぐらい。タービンはノーマルですね。タービンノーマルです。マシンはノーマル仕様。買わなかったよかったわ。ちゃんこってもじゃなかった。このブレーキフードカバーと、これ、あーズの。あ、ごめんごめん、じゃあここ。エンジンのこのオイルの。なんか書いてましたね。あ、そういう系はやってないですか。私デカロはおったらかにあげちゃったので。え、そうなの。あ、SR7 のこのバケットシートを元々つけてたんですよ。メガドロってなったらデカロはダメだって言われて、純正に戻したんですか。純正に戻したんですけど、結局乗らずじまいで、でまたローポジックも入れて、あ、運転席、あ、運転席だって。運転席だって。あ、そうかそうか。あ、いらないです。はっきり断りました。四駆じゃないんで。トラストの、なんていうんですか、プロフィック。プロフィック。あ、いいです。プロフィックですね。これで調べますか。ブーストコントローラーつけて。コンピューターを 1.5 入れて、これ。これですね。トラストの、これ。ブーストコントローラーですね。入ってますか。これも調整は自分で、こうなんかこう設定してから走って設定するんですね、これね。なんか大変みたいですよね、これね。走らないとできないやつですね。これ過去の動画も足してますけどね。そしてこれバッテリー捨て、私と同じやつ。これはこれなんでレゾネーターってやつですかね、純正の流用。これも一応誰かにいる人が、これ今日持ってきたんですよ。リアスポイラー、これ FCK619 タイプ01ですかね。誰か買う人がいたら、いや純正誰か買う人があって、あ、そういうことですよね。もう買われてますよね。こっちの方が綺麗やわ。黒が乗ってるんですよ、これ。あ、そうですね、綺麗でしたね、これね。塗装は黒が塗られてるんで。あ、フォグ、はい、レガシーアウトバス、これレガシーのこれアウトバスミッションの青のこれ、桐下さんが持っ
ってましたけどね。マフラーも HK さんかな。マフラーも HK さんついてましたね。モンスターの荷上げとガーニッシュ。交換タイプですね。これ、リアスも綺麗。リアマットガードもこれ。これ、アルトのやつかな。これは、ローファースポーツかなんかですかね。これ、河合製作所言ってたけど、まあ、でも、まあ、エクスあるかい。さっきの動画では、ローポジ君って言ってましたね。じゃあ、過去の動画と混ぜてみましょう。最後、お別れということで。ということで、ありがとう、ワークス、としあんさんの、最後、記念撮影させていただきました。なんか寂しいですよね、でもね。私もそういう時が来るのかなって思ってますけどね、いつかはね。それだけは乗りたいなって思います。ワクワクワクラシーン。ということで、アルト X で今度はお会いしまして、ジャミーゾファミリー。山梨越え、ジャミーゾファミリーの、あ、それつけたんですか、ステッカーが来ました。移植してるやん、これ。ECU カバー移植してないんですか。 ECU カバーは形が違うんです。あ、違うの。そうなんや。アルトワークスの ECU の形がアルト X の位置が違うみたいですよね。アッパーマウントの形が違うんですよね。あ、そっか、売れたん。それ知らなかったです。あれ売り出してましたやん。売り出してました。あ、そうなんや。あ、でもアルトワークスまだ売れてないみたいですね。あれそうか、販売されてるということで値段がそんなに無茶して走ないもんね、あれね。あれそのままいけますよ。あのまま売ったんですか、あれ。トラストって言ったまま。トラストの外してこれにくれたらよかったみたいな。何でももらおうとしてますけど。いやいや、くれるんですかって思いましたけど、よう話しませんね。よう付けれないですよね。クーポンついてるやつ、いや自分で外すならいいよ。外しねえかって外し方わかんない。カスムさんも同じことを言われてますね。なんか足なんかボルト折れたらしいです。あのドリルでなんかやってましたね。足回り変えたらさんの昨日のボルトが取れないって言ってましたよね。取れる。なし動画。じゃあアイスいただきました。これや、マフラー変えたんや。そうですね。これラリーナポライシングさんのリーガルタイプマフラーですね。音出してもらいました。いい音してますね。これ取れてるで。これあのアルトのやつでワークスつけてるやつ。ワークスのリアバンパーをいただいたものを付け替えてるんですね。あ、これ付け替えてるんですか。ガーニッシュ。これは外して前のやつ、ね、リアガーニッシュはタフネス。前のやつも一緒。あ、これタフネスも付いて、私とのやつが。私この T シャツ欲しいんですけどね。ジャミさん、ジャミさん XL 希望します。これはどこ。これガレージベリー。これガレージベリーボンネットのこれ。あ、なんていうんですか、ダルト体で買いました。これ欲しかったんですけど、自作ですわ。俺ナビバイザーも私もやりましたけどね、自分で作っちゃいましたけどね。そんな純木のこれ、ランプですね。これ自分で塗り。あ、これ塗ったん。ああ、パワーツヤありブラックに塗装されてましたね。綺麗に塗装されてました。ワクワクがいっぱい詰まってる。なんか何かやったんですか。アルトスウェットこれですね。あ、そうですね。言うんだ。スイフト用。スイフト純正のシート。左右。レールはどうしたの？助手席、助手席入れてましたね。純正の。スイフトから外してきたレールを一緒？シートがあればレールごとそのまま移植できるそうです。あ、レカル。座らせてもらいました。しっかりしてますね。これレカル。座り心地は。でもワークスのレカロよりも、ね、ワークスもこっちの方がなんかしっかりしっかりしてるね。シャッとそうですね。背中これでも下げてないです、ね、高ないね。いいなと思いますね、これで。あ、こっち下げてるのか。一番下げてるんですよ。これ何でやってるんですか。手でついてんねや。で一番下げてる。高さ調整が純正でついてるんですよね。これいいね。これいい。
ですよね。これいいな。これついてたらいいなと思いましたよね。これいいじゃん。これってね、普通の車ついてるもんね。あの普通車はね。ここまではついてないけど。あ、これいいじゃん。高さ調整。ローポ軸いらんやん。シートヒーターも使える。ローポ軸を入れないといけないワークスが。これはシートヒーターついてるの。ちょっとアナログなのかなって思いましたけどね。そんなことないですね。お金かかるのかな。シートヒーターってどこが暖かくなるんですか。背中と。で普通のあるとはこのケツだけなんですけど。背中の部分もあった。それを差し込んで入れたんですか。これもついてるやつなんですか。鈴木やから合うんや。これはオンでいけると。アルトエックスはシートヒーターが全席と助手席もついてるということですね。ああ。これ。ここにエアバッグ、エアバッグは使っていないということですね。陸内にこれレバー式、これ憧れますよね。これね、レジベリーね。4000円であった。これはスロットと、あ、スロコン入れてんの。スロットルコントローラーと一定のスピードらしい。あ、できるやつ。何だかな。後付けでタコメ。あ、タコメダないんやね。あ、一定のスピード。今の車はついてますよね、これね。いいですよね。あの社長のウッドレットは夫田原研究所さんの製作品。でかいのね。あ、何？あ、それもね、あの飛び出し坊やだ。飛び出し注意。50周年ぐらいになるらしいですよ。滋賀の発祥みたいですけどね。ワクワクするレーシーということで、最後までご視聴ありがとうございました。トシアンさん、ありがとう。チャンネル登録よろしく。はい、ということで、おまけ動画、ソーラン山梨で並べて撮影させていただきました。暑かったですね、この日ね。本当にバーバーバーって音楽になる。大原さん、音楽入れてますよ。あそこ並べる。登場シーンですね、大原さん。あそこ並べる。ドッキリしよう思ったんですけどね。本日のゲストは春日さんと。じゃあ台本通り行かせてもらいます。この部屋。うちも気に取らないですか、1枚。人は上で終わりました。その後にお母さんが来たんですけどね。こっちが背景の方がいいですか。ドッキリしようかな思ったけど、こっちが背景の方がいい。おったらさんとおじやさんが装着されたんで、ここを止めます。もう並べて撮ろうか。ここを斜めに止める。こういう感じ。おまけ動画ですけどね、これね。ずくなし、ずくなしさん来た。あ、ずくなし研究所さんが走ったよ。遅い。わちゃわちゃワークスライシングしてますよ。なんでこの間ランちゃんの037と一緒に走ったじゃん。なんでみんな走ってないの。ということでね、さりげなくドッターラさんの綺麗に張ってるやん。馬をね、こうやってボンネットやっぱうまいな思いましたね、これね。これ塗ったんあれだ。メガネがこれなんかキラキラして綺麗だったですね。これなん、これノーマルのアルト。綺麗綺麗。アルトカラーでこんなあるんやね。これ色やな思いましたけどね。綺麗に塗られてます。綺麗綺麗。ということでね、片付けしてますけど、私片付けるとこないんですよ、ほとんど。皆さん忙しそうでしたけどね、私全く散らかしてないんで。俺何も買ってない。ちょっと剥がさなあかんけどね、この片付けてください。あのタイム測る。あ、これ春日さんの車なんですけどね。これ強そうなリアバー。なんて読むのこれ。 BNI、これ字が逆ですね。これ、いや逆じゃないですけど読めれなかったですね。これなんてやつこれ。ターバー。その時は Google の写真撮るやつで調べればいいんだよ。さすが。そういうこと。さすがやな、今の子は。さすがやな思いましたね。これなんか読めないですね。これ何売ってるんですか、こんなやつ。めっちゃ効きそうですね、これね。これはつけましたけど、リアのね、あのサスのところに固定してね。ぶったりってるじゃん。ほんまや。そうそう、これリアのこのクスコのやつ。これスポンジ切りすぎやわ、言うてね、中島さん言うてますよ。
あとこれが入らなくなっこれね、順番があるんですよね。バーの置く前にスポンジ入れて、それからバーをボルト締めるっていう手順しなあかんね。この切り方ですよね。でも、これのこれが正解。もうスポンジ取れないですよ、これ。オートリサーチ米沢。はい。あ、オートリサーチ米沢というタワーバー、リアタワーバーですね。なんかこれエンジンルームの話になってね、順番に春日さんから、まあ中島さん普通に綺麗やな言ってね、おっさん言ってて、車磨くの趣味って書いてある。あ、そうですよ。いや、そうですよ。これドクターケア、これエンジンルームコートを使ってみた、またぜひ見てくださいね。機能上げてますんで、あ、いや今日かな、明日かな、順番どうしよう。で、虫もね、こうやってね取ってるんですよね、旅行行くときはね。いつもですわ、もう。虫ついたら早を取るようにしてますよ。お母さんのモノマネしていい？お母さんの許可欲しいなぁ思ってね。直談判言うんですか、これ。おかしいよ。もうやってるけどね。おかしいよ。よろしいですね。まあ、いつか怒られるやろな、思ってます。毒なしって何？少なし、やる気が出ない。やる気が出ないっていう方言なんですね。あ、ならズクワルはあれですか、やる気があると思いますってことですね、ズクワル。僕もあの家帰れなくなったら嫌なんで、ちょっと壊れる。ズクワルって作ってほしいな、言葉。オッターラさんとオイルクーラー、オッターラさんオイルクーラー。誰か来れへんかな、誰か来れへんかな、言ってますよね。オッターラさん走ります？走んねえよって言うと思ってた。走んねえよっていう言葉をね、取りたかったんですけどね。ずくなしって書いて俺あげたいな。よければグッドボタン、よければチャンネル登録よろしく。